ハニークリスプはミネソテ大学ツインシティ校で開発されたリンゴの品種である。1974年に MN1711 という試験名を与えられ、1988年に特許が与えられ、1991年に公開された。最初は廃棄される予定だったが、その甘さ、硬さ、酸味が生殖用リンゴとして、 理想的であったために急速に商業的に重要なコモディティになった。このリンゴは栽培、貯蔵、出荷を容易にするためではなく、サクサクして甘さと酸味のバランスが取れた味のために開発された。ハニークリスプは大部分のリンゴの品種よりも細胞が多く、この特徴はジューシーさと関係がある。理論的に言って噛んだ時に壊れる細胞の数が、 多いほど口の中に放出される果汁の量が多くなるからである。ハニークリスプはまた色素をよく維持し、涼しく乾燥した場所に保存した時に賞味期限が比較的長くなる。1997年、ペピンハイツ果汁園が初めて食料品店にハニークリスプを出荷した。ハニークリスプの名はミネソタ大学の登録商標であるが、大学当局は2007年において、 商標の保護状態についてはっきりしていなかった。ハニークリスプは公式にミネソタ州の州下に指定されている。米国リンゴ協会による推定では、ハニークリスプはアメリカで5番目に多く栽培されているリンゴである。2020年までには3番目に多く栽培される品種になると予測されている。米国植物特許7197。 および園芸研究センターのレポート225-1992によれば、ハニークリスプは、マカウント、ハニーゴールドの後輩品種とされる。しかしながら、2004年に、米国植物特許の著者を含む研究者の団体によって主導された DNA 型鑑定によると、このいずれもハニークリスプの親ではなく、一つの親はキープセイクであると結論付けた。 2017年にはもう一つの親が未公開のミネソテ大学 MN1627 であることが判明した。この MN1627 の親はオールデンブルク公爵夫人とゴールデンデリシャスである。米国植物特許7197は2008年に執行したが一部の国においては特許保護が2031年まで継続される。 特許料は2011年までに1000万ドルに上り、ミネソタ大学によって発明者たち、研究を指導した大学と学部、他の研究のための基金の間で3分割された。ミネソタ大学は、ハニークリスプをミネワシタと交雑させて、メネスカという新たな品種を作っている。ハニークリスプの花は自家不燃であるため、果実を結ぶためには、 他の品種が受粉樹として近くになければならない。他の大部分のリンゴ、またはクラブリンゴ類の品種がハニークリスプの受粉樹になる。ハニークリスプを主から育ててもハニークリスプにはならず、ハニークリスプと受粉樹の交配品種になる。若い木では密度が低いが大きくて色の良い果実が実り、成長した木では密度が高くて大きさ及び、 色が減退した果実が実る。果実の密度は敵化及び若い実を敵化することによって調整することができる。果肉の硬さについても一般的に密度が低い方が優れている。ビターピットは不均衡にハニークリスプに影響し、典型的には収穫量の23%が影響を受ける。ありがとうございます。